世話になってまーす。おはよう。バキッドストレッシュCTの時間でございます。はい、本日はですね、はい、あの、はい、ナサイランドパークですね。はい、ナサイランドパーク、はい、ナサイランドパークさんからちょっとお声掛けいただきまして。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。場内なのかな、ちょっと全然分かってないんですけど、はい、古いアメ車たちが並べられてるらしいんです。なるほどなるほど。はい、でそれのお越しをちょっとお願いできないかという。なるほどなるほどなるほど。ことを聞きましたんで、ちょっとじゃあ現状に現状に行って、はい、確認したいと思います ね。今日は完全に打ち合わせなので、はい、まあ、どんなものがあったりどういうとこまでやるかっていうのは全く分かってないんで、はい、そこから YouTube にしちゃおうかなみたいな。なるほどね。です。で時間余ると思うんで、はい、まあ、遊園地楽しんで。見えたそんな嬉しくないでしょ。でもいやいや、めっちゃ楽しいですよ。ほんと？結構いろんなジェットコースターあるっすよね。ガチなジェットコースター。あ、絶叫ダメな人。絶叫は大丈夫っす。いけます。じゃあ、まあどんな車があるのかっていうのと、うん、ちょっと楽しんでる姿をね、見ていただければと思いますんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、旅の定番といえばやっぱりアイスじゃんけんになりますよね。そうですね、はい、それしかないですね。それしかないですね。今日の目的これですからねいや、前回のね、伊藤くんがね、人の金で買うアイスはうめえわってね、ありましたからね。ちょっとじゃんけんしますか。はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、よし、あざっす、あざっす、あざっす。すいません、お金貸してもらっていいですか？ペイペイ使えないですもんね。すいません、ご調とめソフトクリームください。レシートでございます。やっぱ芋だよ、これ安納芋のバニラミックス。自分はイチゴっす。とちおとめイチゴっす。とちおとめイチゴっす。あざっす。すいません、いただきます。ごちそうさまでーす。アイスクリームの幅超えとるやんけいただきます。これ何ですか？ちなみに削りいちごっすね。まあ、夏といえば、夏といえばって感じじゃないですか。すごいうまそう。これはうまいっす。これ小豆入ってですね。これもこれにすればよかった。心なしかカニカマに見えてきた。カップヌードルのシークワーサーに入ってるやつね、完全にそれうまい。いちごっぽいんですか？やっぱいちごです。だってこれいちご削ってっすよね。マジか、それにすればよかった。おすすめっすね。下アイスになってます。じゃあこっちの方が2度美味しいじゃないですか、うん、めっちゃうまいっすね。はい、いやーこれ那須和牛、うん、食したいと思います。いただきます。いやーすうめぇ。実食めっちゃうまい、うん、しかもおじさんだからこれぐらいがちょうどいいあんまりこれ多いと胃がもたれちゃう。うまい、うん、ごちそうさまです。今回はナスラーメンを食したいと思いますこれ川ちゃん何ラーメン？これはジトジトの、ジトジトラーメン、 輝いております。湯気が輝いておりますこれナスラーメンですね。ナスラーメン塩。マスラーメン。マスラーメン。これネギ。あ、ネギ？ネギ。ネギの醤油。そんなの あったっすよ。それが良かった。さっきも言ってたっすね。アイスの時。先生、いただきまーす。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。こんな感じなのすごくない？俺初めてだわ。貸し切りいらっしゃいませー。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日のミッション終了っすね失礼します。はい、到着しました。わあ、すごい。ちょっと端から見ていきたいと思いますんで。マニュアルだ。これサンダーバードっすね。ああ、鍵ないんすか？ああ、本当だ。社長、これってあれでしたっけ？ボンネット、この時代はあれですよね。ないはずなんですけど、ないないエンジンあるんすか？ないかもしれない。情報が一つしかありません。ああ、積んである、エンジンは積んである。オイルパンがあるんで積んである。フォードですね。フロア抜けてます。マジっすか？フロアがないです。フロアない。これはすごいね。これ1本かかりますよ、うん、完全にガスモンキー案件ですわこれこれはやばい。これリチャードに来てもらうしかない。あ、サンダーはあると思います。
お次はフォードの、これリチャード好きそうだな。これは欲しい人いるんじゃないかな。うん、あ、もうカスタムしてあるんですね。これ本当は馬車っすよね。あ、そうなんですか。あ、じゃあチョップのしてる、ね、これ違うんですか。これチョップされてますね。積んでないないんで、これは最新式のあれ積みましょう。ほんとだ、何にもない。じゃあ虹ですね。虹ショップロックこれ下綺麗だよ、すごいですね。これ大きそうじゃない。フレームを L アングルで補強してるこれはね、いけるね。これいけそう、うん、これ状態いいっすね。これ隣も同じ車種ではあるんですかね。グリルちょっと違うな。ホットロッド、あ、これもいけんじゃない。はいはい、これもうエンジンダメでしょ。すこれはダメっすね。キャブから吸っちゃってるよ。いい車、照らしなし。これはいい車ですよ。なんでこの信号管すごいかっこいいっす ね、 ね、ヘドアスがいかつい、うん、アームがいかつい。これ、うん、クロームとかって結構これあれじゃん、状態良さそうっすね。よくあるっすよ。30何年っすね。 A 型が34年とかだっけ。全部チョップしたんのか。これはできます。これは大丈夫。ヘラ見つけてエンジン開けてって感じですかね。これもうエンジンミッション持ってきちゃった方が早いですね。あー、あれ、これあの普通の350と一緒。あ、そうなんですか。はい、トライキャブになってるんで、これ貴重なんで、これ僕はもらっておきますね。でももうこれは大丈夫です。これはもうあれっすね、うん、これも起こさないでしょ、エンジンも。このエンジンも階段ってる方が早いっすね。あー、普通の350これメカホンいらなそうだけどね、こんなに開いてると。いいね。トイレの取っ手がついてる。本当だ。これ本当にホームセンの、うん、ホームセンノブっすよね。うん、本当だ。なんか引っ張っとく。鍵がかかってるのか。うん、これ大丈夫っすね。これ秒っすね。僕ちょっとよくわかんないです。エンジンミッションその他のものなし。カスタム。これめちゃくちゃカスタムしてある。これポップアップインドは何で開けるためのポップアップなんですか。これ電動？あのリモコン？リモコンとか。あれですか？どっかに紐が隠されてるはず。カスタムって K でしたっけ？あ、あのね、これ系はカスタムは K なんですよ。K のカスタムなんですね。C じゃねえです。C じゃないんですよ。これは？あ、わかんない。ちょっとよくわかんないですね。こっちはカスタム。本当だ、C になってる。うん、え、違う、これは違う、カスタムじゃないね。カスタムじゃない。なんて書いてある？なんか書いてある。エンジンミッションなしですか。エンジンミッションなし。エンジンミッションなし。もともとなんで車たちがこんなにあるんですか、うん、アメリカから輸入してたっていう、この飾る用で。なるほど。でもこれはよく見る感じですね。これ57のベルエアなんで、これガチガチのカスタムカーじゃないですね。これは結構オージーに近いですか。初めて開きました。開きました。やった。やった見慣れた感じです。見慣れた感じですね。でもやってやんね、結構ね、意外とね。57年は今高いんで、一番人気なんですよ、ベレアは。そうなんですか。ベレアの中で。多分クーペでこれで700-800ぐらいじゃない。フロアが全く合成です。それ助手席の人怖いですね。フロア出てたよね。あ、ここら辺全然全然、もうこれは新車作れるんで。新車作れるベルエアスガチでやったら、これはもう2000万くらい。マジ、マジです。マジバナス。ちなみにフロアっすね。取れたぜ。計6台っすか。6台です、うん、あれか、キャデ、ピンク色のキャデ。あ、キャ下にある。あ、そうなんですね。あとゴンドラを一個一個じゃ直してる。ゴンドラも。ゴンドラも。すごいですね、なんか。ここ、ドアマシンが入れてるのかな。もう閉まらないし、開かない。平沢さん、頭出すやつありますよ。
頭出すやつ低いな。これ子供喜ぶんじゃない？喜ぶっすよ。超でかいっすね。こんなでかいのないよ。あ、犬用じゃん。犬用っていうかここしゃがめなくない？結構確かに。あ、俺あれ好きなんすよね、空中ブランコみてえなやつ。気持ちいいよね。気持ちいいっす。乗りますか？乗ってきますか？乗りますか？これ楽しいでしょ。ナスハイ知らない人多いんじゃないの？そうですね。この規模だよ、この規模。確かに。やべえな、これ怖い。ちなみに我々は今キャデラックを探し求めてます。展示してあるみたいですね、はい、で、案内してくれる従業員さんたちと山ちゃんがめっちゃハエンサーしどっか行っちゃったっすね。もういないっすね、消えました。これ、すごいすごい。あー、59年式キャデラックですね。2枚だ。はい、フリートウッド。完全にここに馬かけましたね、これ完全に、はい、潜ってっす。ちょうど1年前、俺これ写真撮って社長に送ってっからね。そうですか。イベントできた時ちょうど1年前に SR ミーティングやった。やばい、近藤さんのキャデラックと同じだ。オリジナルのエンジンですね。オリジナルだ。これは350にしましょう。2人すごいな。割れないようになってるか。あ、多分撮ってるんですね。テールも塗られちゃって。本当だ、おもちゃみたいになってる。ねえ、こんなのあるの？この、ここに。あ、もしかしたら当時の OG なのかな。ねえ、このボディフィッシャー、ボディのなんとかあと書いてあるんですよ。あー、でもこのフォントが、フリートウッド、これ OG っぽいね。僕初めて見た。へえ。これはやばい。ドグサリした。ドグサリした。フロアねえ。フロアがない。これカーペットね。これもカーペット。カーペットでございます。すごいな、このレベルで腐ることあるんですね。上の2台もそうだったよ。本当ですか、うん、バンパーリクロームするのめちゃくちゃ金かかってたからね。これ1本で40万ぐらいかかったんですよ。40万。なんか左右で違う。違うんだよね。確かこれで出なかった気がするんだよな。これボディのここもね、合わないんですよ、全然。絶対パーツになってるんで。あー、ぶっかくなんですね。で、フェンダーのこの、こっち側で止めなきゃいけないんですよ。そうか。あー、で、こっち優先するとこを、こっちに立てなきゃ、全部止めなきゃいけない。今日は、レストアの車を見に来たはずなんですが、罰ゲームですか？全然楽しい。はい、ご褒美しただけですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。フリーボールですね、これから。上がるタイプですよね。上がるタイプなんで。一気に上に上がっていく、はい。上がるだけだったらね、うん、全然。全然。本当ですか？もう全然。全然よ。大丈夫よ。大丈夫よ。伊藤君も楽しいですね。あ、お別れの儀式して。もうすでに口数が減っているんですけども。怖い。もう怖い。いや、これは固まるよ、さすがに。これだったら死んじゃうからね。怖い。これ本当に死ぬかもね。頭は後ろのピックにしっかりと手を持たせてください。それでは、スタートです。やばい。もう絶対行きまーす。いってらっしゃい。ありがとうございます。平沢さんはジェットコースター苦手ですか？
あーまあまあっすね、普通。 あんま乗りたくない顔してるっすもんね。うん、そうね。普通でいい。これ思ったより怖かった。これはでも思ってたより大丈夫でしたね。本当っすか。思ってたより怖かった。なんか公開、あ、処刑される前ってこんな感じなんだって。あのね、ジンがかかってる時はいいのよ、下にこう。うん、いやでも絶対あっちの方が怖いよ、デスノスさんは。あー、え、多分怖くないっすよ、デスノスさん。ついてしまった。ここだよ、これ乗るんだよ、これ。おえーなー。結構長くね。長いっすね。あー、ちょっと身長200センチあるからな。ダメかもしんない。あ、以上もダメなんだ。いや、まあ、もうすいません、ほんと。おー、ギリギリ、ギリギリでした、ね。あ、ど真ん中っすね。いける？ど真ん中。余裕でした。背伸びしてもいけんのかよ。落とし物は見つかりません。必ず壊れます。びっくりした。その下が動いた。まあまあまあ楽しいですね。余裕ですね。余裕です。伊藤君降りた後の顔すごかったけど、なんかぐったりしてたよね。消失感がすごい。ぐったりするっすね。社長は見えてた、俺見えてなくて。あ、これ右に落ちんじゃん。え、右？高い、結構。ありがとうございます。全部乗りたくなってきたぞ。何がしますか、じゃあ。実はこれが最強に怖いという噂がありますんで。大したことなさそうっすよ。ちょっと行きますかね、じゃあ。ありがとうございます。野外バーベキュー場だって。釣もできるんすね。あ、めっちゃ鮎がいっぱいんじゃない。行きます。捕まえとる。警戒心のないトンボたちやの。端から捕まえてる。あ、肩に乗っとる。乗ってる。いやでも楽しいっすね。はいはいはい。遊園地にっていうとなんかすごい幅広いっすよね。幅広い。ちょっとね、これは個人的に行きたいっすね。しかもグランピングあるんですよね。そうっす、グランピングあるんですよ。見るもの目ね、最高っすね。あ、すいません。 お疲れ様でした。お疲れ様でした。本番の車たちは結構すごかったっすね。はい。あのね、そうですね、想像以上にどぐさりしてましたね。もうフロアがね、穴開いちゃってるんで、あれはもうフレームを下ろしてっていう作業になるんで、めちゃくちゃ大変ですね。エンジンもほぼ使えない、乗ってても使えなそうでしたね。使えない、鍵もない、ドアもない、何にもない。もういい？もういい？もういい？ない？ない？鍵ない。ビンズはレジ。あれってこう新品を組み立てていくっていうよりは、はい、まずベースのものをなくして新品をっていう風になるんで、ああ、ゼロから作るよりも大変なんですよ。確かに。そうそうそう。レストっていうものを。しかもカスタムしてある車両だからなおさらですよね。純正で直していいのか、うん、それとも どうしていいものなのかっていう感じなんで、うん、あの黄色いやつがフロアあったじゃないですか。そうですね、まだありましたね。あれがギリギリですね。エンジンはあるけど、あれもエンジン使えなそうですね。使えなそうですね。旧エンジン、ミッション、はい、全部変えて、はい、
ちょっとこれからね、あの車たちどうなるか分かんないですけど、うん、我々ができるようにね、頑張っていきたいと思いますんで。まあジェットコースター楽しかったっすね。楽しかった。バーベキューも、当日バーベキューもあったし、釣りもあったし、釣りもあったし、うん、遊園地もあるし、でグランピングもあるし、ここでミーティングも開けるし、あ、ここミーティングね、ワンちゃんも、あー、そう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 、ワンニャンもね、うん、楽しかったっす、楽しかったっす。山すごいっすよ、山すごっ。全体的に坂しかないですからね、まあ、気になる方いたらぜひ、はい、遊び来てください、来てくださいっていうか、うん、来てください、僕のもんじゃないんですけどね。楽しいんでね、はい、はい、楽しいです、はい、というわけでちょっと全部いいねと思ったらいいねよ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。何が一番怖かったですか？僕ジェットコースターが怖かったっすね。ああ、まあ、足ブラの。なんだろう、見えなかったから先が。これジェットコースターこっち側が怖かったっす。背面でガーッっていくのが。顔がうわー。顔がうわー。多分クソ情けねえ顔してた。落ち始めた。ゴープロで撮っときたから。